ジェームズ・フェニモア・クーパーは、アメリカの作家、批評家。著作、モヒカン族の最後は、ラスト・オブ・モヒカンなどとして映画化されている。エクスカーショーイン・イタリー、1838、ニュージャージー州バーリントンに生まれ、ニューヨーク州クーパーズタウンで育つ。1803年イエール大学に入学したが、素行不良のため方向処分になり、1806年から、商船の水夫。 海軍士官候補生となる。1811年、ニューヨークの名門家庭の子女と結婚。1820年、妻の勧めにより小説を書き始めた。クーパーはプロコーションと呼ばれる同定作を書き上げた。道徳と作法が作品のテーマになっており、ジェーン・オースティンのフィクションへのアプローチに影響されたものであった。彼は匿名でプロコーションを発表したが、 これはアメリカとイギリスでやや好意的な反応を得た。対照的に彼の2番目の小説ザ・スパイは隣人で家族ぐるみでの付き合いがあった政治家ジョン・ジェイから聞いたアメリカの物語に触発されたものであった。それはアメリカ人によって執筆され国内外でベストセラーになった最初の小説となり何度か重版がかかった。ご不作。 カワキャハン物語の初めの3作を発表した1820年代には、クーパーはアメリカで、スコットランドの詩人、作家ウォルター・スコットと並ぶベストセラー作家になっていた。1822年から1826年まで、クーパー家はニューヨークに住んでいた。1823年、彼は、ニューヨークを拠点とする知的集団ブレッドチーズクラブを組織し、アメリカの作家、 編集者、芸術家、学者、教育者、芸術利用者、商人、弁護士、政治家などを集め、それは35人のメンバーからなるグループであった。グループの文芸パートは、ニッカーボッカーグループから派生したものであった。1824年、ラファイエット将軍がフランスからニューヨーク市キャッスルガーデンにカドムス船に乗って国賓としてやってきた際、クーパーは、 彼の到着を目撃し、歓迎と娯楽のために活動した委員会のメンバーの一人であった。1826年、クーパーは家族を連れてヨーロッパに移住した。著作からより多くの収入を得て、子供たちにより良い教育を受けさせ、健康的な生活を送り、ヨーロッパの作法と政治を直接観察しようとしたのであった。移住後も執筆を続け、 ザ・レッド・ローバーとザ・ウォーター・ウィッチを含むいくつかの本がパリで出版された。パリ滞在中に、クーパー家は小さなアメリカ人駐在員コミュニティに属していた。彼は画家のサミュエル・モールスとフランスの将軍でアメリカ独立戦争の英雄であったラファイエット公ジルベール・デュ・モティエと友人になった。クーパーはラファイエットの貴族的リベラリズムを称賛した。一方で、 ヨーロッパ貴族の腐敗に対するクーパーの嫌悪感が高まった。とりわけ、イングランドとフランスにおいて、彼らが他の階級を排除するために議会と司法を操作するのを目の当たりにしたためである。1832年、クーパーはパリの雑誌、ルナショナルへ手紙をいくつか送り、政治評論家として執筆人のリストに加わった。彼は、 ブリタニックレビューによってもたらされた一連の告発から合衆国を擁護しました。彼はブリタニックレビューによってもたらされた一連の告発から米国を擁護しました。彼はそれから時には国益のために、時には個人の利益のために、そしてしばしば両方のために市場で論争を続けた。1833年、7年に及ぶヨーロッパ滞在からアメリカに帰国。 優れたパイオニアの一大旗として知られ、冒険小説や歴史小説としても知られている。アメリカをテーマにし、大自然を描いた。主人公はフロンティアに生きる白人にして、高貴な蛮人、ナッティ・バンポであり、神話的なヒーローで漁師である。主人公は白人であるが、デラウェア族の鉄砲の名手である。開拓者ザ・パイオニアーズ、オアザ・ソ r シズ・オブ・ザ・サスケハナ。 モヒカン族の最後ザラストオブザモヒカンズ、A ナラティブオブ1757、大平原ザプレイリー、道を開く者ザパスファインダー、オアザエンランド C、鹿がり人ザディアスレイヤー、オアザファーストオーパスからなる五部作。カワキャハン物語とも訳される。スパイザスパイ、ザパイロット、エーテールオブザ C、ライオネルリンカーン、オアザリーガーオブボストン、ワイアンダート、 おわざハテッド・ノール、エーテールの4作品。ありがとうございます。